ロイ・ミジェール・エルナンデスは、コスタリカ・サンホセ出身のプロサッカー選手。サッカーコスタリカ代表。サントス・デグアピーレス FC 所属。ポジションは DF。CS ・カルタ・ヒネスで、プロデビュー。2005年、チームメイトのランダル・ブレネスと共に、ノルウェーの FK ボで、グリムト2遺跡。2008年2月、ローゼン・ボリビー系2遺すぐに、 左サイドバックのレギュラーに定着したが、膝の負傷のためレギュラーの座から陥落。復帰後、2009年夏にレンタルでエルグリーテイズに移籍。2010年1月、MLS のニューヨークレッドブルズに移籍。加入者年度でイーズタンカンファレンス優勝を果たした。2013年12月には、デポルティーボサプリサが獲得に乗り出したが、レッドブルズとの契約更新を選んだ。 2015年11月30日、クラブはミジェールとの契約を更新しないことを発表した。2015年12月28日、デポルティーボサプリサに移籍。2001年、トリニダード・トバゴで開催された FIFAU-17 世界選手権に参加した。A 代表は2005年に初キャップを刻んだ。ワールドカップでは2006年大会と2010年大会の北。 中米カリブ海予選に参加し、2014年大会では本戦に出場した、ローゼンボリニューヨークレッドブルズ、ありがとうございます。